トイレトレーニング。2歳を過ぎると気になることの一つがトイレトレーニング。同じくらいの年のお友達が始めたり、おじいちゃんやおばあちゃんからまだ？と聞かれたりするかもしれません。トイレトレーニングは子どもの心と体の準備ができたら始めます。トイレトレーニングを始める目安は、一人で上手に歩くことができ、言葉で自分の意思を伝えられるようになり、おしっこの間隔が2時間以上空く頃です。トイレに一人で座ることから始めます。一人で座ることができ、タイミングよく出たら、チー出たねと褒めてあげます。トイレに座る、おしっこを出すの体験を繰り返すことで、排泄の感覚をつかみます。慣れてきたらトイレの習慣を身につけていきます。子供のタイミングを見てトイレに誘います。朝起きた時、お出かけ前など、生活の行動に合わせてみると良いでしょう。上手にできなくても大丈夫です。できた時は褒めてあげることが大切です。誘ってトイレに行くことができ、半分くらい成功するようになったら、パンツを試してみましょう。まだまだうまくいきません。失敗しても焦らずに見守ります。大人が心のゆとりを持ち、おおらかに受け止めることも大切です。自分から教えてくれるように促してみましょう。おしっこが溜まったことが分かることも大切です。トイレトレーニングを進めるには、環境を整えることも大切です。生活のリズムを整えましょう。たくさん遊んでしっかり睡眠をとることで、ホルモンが分泌され、夜間のおしっこの量が少なくなります。トイレは床に足がつかない、暗い、水の流れる音など、子供にとって怖い場所であることもあります。楽しい気分で行けるように工夫をしてみましょう。子供が嫌がる、失敗ばかりで親もイライラしてしまうときは、トレーニングを休んでみることも良いでしょう。おねしょがなくなる、トイレでうんちができるようになるにはもう少し時間がかかることもあります。焦らず、子どもの成長に合わせて進めていきましょう。子育てについてご心配、お困りのことがあれば、区福祉保健センターにご相談ください。さまざまなサポートをうまく活用しましょう。